日本悲願の純国産戦闘機開発を進める中、新進の次はいけると感じていましたが、どうしても日本の欠点コックピット周りの強化を図るために、次期戦闘機開発はイギリスとイタリアとの共同開発で、海外輸出も視野に入れて現在進行中です。今回はそんな次期戦闘機開発の進捗状況を詳しく見ていきますね。第6世代戦闘機の壁が高く、F-35 戦闘機を超える戦闘機開発が難航しているのも事実でしょう。ステルスで、総発エンジンが各国とも条件でしょう。次期 XF-9 が本気でヤバいかもしれませんね。日本は、イギリスとイタリアとの3カ国共同での次期戦闘機開発を進めており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称が冠された同プロジェクトは、太平洋戦争の敗戦後、日本が初めてアメリカ以外の国と軍事兵器の共同開発を行う点からも注目されている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称からも見て取れるように、このプロジェクトは、次世代のグローバルな航空戦闘システムの開発を行うことを目的としており、単なる戦闘機単体の開発に止まらない。中でも、今後の航空戦力の分野は、戦闘機といえば、現状のような操縦者が搭乗して操作を行う有人戦闘機に加えて、それらに随伴させ、その完成下で、各種の任務に従事する無人航空機にまで及ぶことが予想されている。そのため GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、有人戦闘機に加え、そうした無人航空機との連動も視野に入れた開発がなされる予定だが、そうは言っても、やはり、有人戦闘機の占める比重は軽くはないだろう。日本では、イギリスとイタリアとの3カ国共同によって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進するにあたり、両国との協調も踏まえて、そこで生み出される有人戦闘機の完成品を海外に輸出する方針を政治的にも固めた。具体的に、日本の現岸田政権は、2024年3月に、ようやく連立与党を組む公明党との調整を終え、防衛装備移転3原則の運用指針を改定することで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の海外輸出を認めることとした。こうして、日本が、これまで慣習として規制してきた海外の国々への完成品の兵器輸出については、時の政権の閣議決定によって、防衛装備移転3原則の運用指針に照らし、ケースごとに判断し、必要に応じて対応する流れが確定したと考えられている。そうは言っても、ただ、闇雲に、日本が、すべての兵器の完成品を無条件に海外輸出できるようになるというわけではなく、従来通りに、防衛装備移転3原則の指針にのっとり、ことに、紛争の当事国については、それを認めないなど、一定の歯止めは残された形ではある。このような、防衛装備移転3原則の指針の弾力的な運用について、日本国内でこれに反対する個人や団体からは、非常に厳しい政府批判の声が溢れているが、大手のマスメディア等がこれらを伝えても、大勢に影響は与えていないように思える。そこには、2022年2月以降継続中のロシアによるウクライナ侵攻や、中国による台湾有事の懸念が高まる中で、大半の日本国民は、防衛予算の増額等と同様に、次期戦闘機の完成品の輸出についても、今の世界情勢からやむなしとの見方が多いゆえだろう。いずれにせよ、政治的には、日本における次期戦闘機の完成品の輸出の是非という問題は、今日のかつての冷戦時期をも上回る勢いの世界情勢の変化の前には、いわば必要悪として消極的ではあるが、承認された感が強い。さて、そうした次期戦闘機をめぐる完成品の海外輸出という問題だが、仮に、実際に、日本がそれを行うこととなるとすれば、そのような国々が、その対象国となるのかが、次の段階として考慮しておく必要があるのではないだろうか。大まかな次期戦闘機の完成品の海外輸出先の想定としては、共同開発国のイギリスが、ヨーロッパを中心とする NATO 加盟国、イタリアが、
NATO 加盟国以外の中央のヨーロッパ各国、そして日本がアジア及びオセアニアの国々と目されている。日本による次期戦闘機の完成品の海外輸出先の具体例としては、日本との間くらいに、防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した国が対象であり、国としては、インド、オーストラリア、そしてインドネシアやフィリピンあたりが有力視されている。こうした国名を俯瞰してみた場合、個人的には、インドは、今や、人口で中国を抜き、さらなる経済的な急成長が見込まれるため、軍事予算の捻出という観点からは問題は少ないとは思えるが、日本側が果たして交渉を行えるのか否かには疑問も禁じ得ない。インドは従来まで派旧ソ連、現ロシアから数多くの兵器を購入やライセンス生産と通して調達し、最近では西側諸国の軍事企業がセールスを激化させてはいるが、大口の契約という点では、未だ成功例は少ないのが実情に見える。ロシア・ウクライナ戦争の長期化に伴い、インドはロシアに発注していた兵器が予定通りに入手が困難となっているとも目されているが、完成品の兵器の海外輸出の実績はほとんどない日本が挑むには大きすぎる相手に思える。続いてのオーストラリアであるが、日本と同じくアメリカの同盟国であり、アメリカとイギリスとの間で新たな軍事同盟であるオーカスを締結しており、攻撃型の原子力潜水艦の導入に舵を切るなど、軍事力の拡張に踏み切っている。オーストラリアは、最新の戦闘機としては、これも、日本と同様に、アメリカは、ロッキード・マーチン社が主幹となって開発された、いわゆる第5世代機と呼ばれている F-35 ライトニング2の A 型を、現在までのところ、72機の調達を計画している。今後、オーストラリアが、この F-35 ライトニング 2A 型の調達数をさらに増加させる可能性もあるかもしれないが、次期戦闘機の出来次第では、検討の余地が生まれるかもしれないとも思え、日本の輸出先としては、最も現実的な国となる可能性もありそうだ。続くインドネシアは、総人口で、すでに2億人を超す状態であり、東南アジアでは、最も経済発展を進めている国の一つだが、戦闘機に関しては、韓国と同国国産の KF-21 ポラメの共同開発を行ってはいるが、これについても紆余曲折を経ている。なんとか現状では、韓国との KF-21 ポラメの共同開発は再開された模様だが、まだまだ、国家自体が、世界的な水準で、最高峰の部類に位置する戦闘機を調達できるほど、潤沢な軍事予算を持ち合わせているとは言い難いだろう。最後のフィリピンであるが、一時期は、かつての宗主国であったアメリカの庇護下から離れ、その軍事基地をすべて廃止して、中国との接近を強めていたが、ここに来て、南シナ海のスプラトリー諸島をめぐる中国との対立で、アメリカへの回帰を深めている。ただし、フィリピンも、国家の財政的には、貧しい国であるため、最新の兵器の導入は困難であり、戦闘機についても、韓国の FA-50 をなんとか装備している程度の規模であり、現状では、日本から次期戦闘機を調達する費用の捻出は望めないだろう。こうして、かいつまんで見ていくと、政治的に、日本は、次期戦闘機という、完成品の兵器の海外輸出に向けて大きく踏み出したとはいえ、それを実際に購入、調達する軍事費や環境にある国はかなり限定的であると言わざるを得ない。さて、そんな次期戦闘機開発であるが、日本はアメリカとの共同開発を行った現行の F2 戦闘機の2035年からの退役の開始に向けて、そこまでに実戦配備を進めることを目標において、具体的な工程に入り入ろうとしている。GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が、共同で JIGO と呼称される推進機関を設置。その本部は、イギリスのロンドンに置き、初代の責任者には日本人がつく予定である。実際の GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本は三菱重工業者、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が主管し、これらによる JV 共同企業体が担う形式となる。イギリスとイタリアは、
現行のユーロファイタータイフーンの代替を GCAP グローバルコンバットエアプログラムから生み出される有人戦闘機で行う予定で、もともと進めていたテンペスト計画を発展させたと言えるだろう。